1923年の路線ズレディング鉄道、あるいはレディングカンパニー、レディングラインズは、南東部ペンシルベニア州及びその周辺の州で、運行していたアメリカ合衆国の鉄道事業者である。1924年以前は、正式名称は、フィラデルフィアレディング鉄道であった。第二次世界大戦後、コールリージョンにおける、無煙炭の出荷が衰退するまでは、 アメリカ合衆国でも屈指の裕福な企業であった。石炭輸送の減少に加えて高速道路との競争、そして輸送が短距離であったことから1970年代に経営破綻にした。鉄道は1976年にコンレールへ吸収されたが会社自体は所有していた。不動産を処分するために2000年まで存続していた。 子会社のアトランティックシティ鉄道を通じて、アトランティックシティに鉄道が伸びていたことから、アトランティックシティ周辺の事物に由来する名前を付けているアメリカ版モノポリーにレディング鉄道が登場する。ただし、日本版モノポリーにおいてはリーディング鉄道と表記されている。フィラデルフィアレディング鉄道はアメリカ合衆国でも初期に建設された鉄道であった。 スクーカル側の谷に建設された馬車鉄道であるリトルスクーカルと並んでフィラデルフィアレディング鉄道は後にレディング鉄道となる区間の初期の部分を建設した。当初フィラデルフィアレディング鉄道はペンシルベニア州北東部のコールリージョンの炭鉱から産出した無塩炭をフィラデルフィアへ輸送するために建設された。 当初のフィラデルフィアレディング鉄道の本線は、炭鉱の町、ポッツビルから、南へレディングに至り、そこからフィラデルフィアへ、全93マイルの工程のほぼすべてを緩やかな、勾配のスクーカル川の岸に沿って伸びていた。フィラデルフィアレディング鉄道本線は1843年の完成時点で、アメリカ合衆国において、本線としては、最初の伏線であった。 産業においても家庭においても石炭が焚き木に変わる燃料となったことからフィラデルフィアレディング鉄道はすぐに利益の上がる事業となった。まもなくフィラデルフィアレディング鉄道はスクーカル側の谷やコールリージョンにおいて多くの鉄道を買収しあるいは借り受けた。またレディング鉄道はフィラデルフィアに輸出用の石炭を船積みするためにポートリッチモンドを 建設した。これにより、無塩パンの市場が拡大し、フィラデルフィアレディング鉄道のさらなる成功の鍵となった。ポートリッチモンドは、私有では、世界最大の臨海鉄道ターミナルであると、フィラデルフィアレディング鉄道は自称していた。1871年、フィラデルフィアレディング鉄道は、子会社として、フィラデルフィアレディング石炭鉄鋼会社を設立し、 コールリージョンにおいて炭鉱の買収に着手した。この垂直統合によりフィラデルフィアレディング鉄道は最短から販売まで石炭をほぼ完全に掌握することになった。石炭への大規模な投資はすぐに効果を表した。1871年にはフィラデルフィアレディング鉄道は資産価値1億7000万ドルとなり世界最大の企業となった。 世界最初のコングロマリットであった可能性もある。1879年には、ノースペンシルバニア鉄道を買収し、リーハイ峡国で発展しつつあった、製鉄産業へも鉄道が伸びていった。デラウェアバウンドブルック鉄道を1879年に掌握し、またポートレディング鉄道を1892年に建設することで、ニューヨークへ到達し、 フィラデルフィアレディング鉄道はさらに自身の石炭帝国を拡大した。これにより、ポートリッチモンドから名岬を回ってニューヨーク港まで長い船舶輸送をせずにニューヨークへ直接鉄道と橋家を利用して石炭を送り込むことができるようになった。フィラデルフィアレディング鉄道が石炭に依存していたことが結果的に1870年代に会社を 没落させることになった19世紀半ばにはフィラデルフィアレディング鉄道は鉄道網を拡大することに投資せずに石炭とその輸送に投資していたアーチボールドマクレオド率いるフィラデルフィアレディング鉄道は最終的に自社の鉄道路線を拡大し幹線鉄道となることでより多くの利益を上げられると睨んだ。 マクレオドは1891年に、付近の鉄道網の支配権を握ろうと試みた。そして、リーハイバレー鉄道、セントラルレールロードオブニュージャージー、ボストンメイン鉄道などの経営を握ることに、成功した。レディング鉄道は、幹線鉄道となるという目標を、ほぼ達成するところまで来たが、しかしアメリカ合衆国北東部の鉄道事業において、 より競争が激しくなることを望まないジョン・モルガンなどの妨害によりこれは失敗することになった。フィラデルフィアレディング鉄道はその後の歴史を地域的な鉄道に甘んじることになった。1833年から1893年にかけての鉄道網拡張1873年の地図、フィラデルフィアレディング鉄道は スクーカル川沿いにフィラデルフィアとレディングを結ぶ路線の特許を1833年4月4日に取得した。レディングからノーリスタウンまでは1838年7月16日に、全線は1839年12月9日に開通した。フィラデルフィア側のターミナルは州が保有するフィラデルフィアコロンビア鉄道のスクーカル川西岸にあり、 そこから、フィラデルフィアコロンビア鉄道線上を東に、走って、コロンビア鉄道橋を渡り、私有のシティ鉄道に乗り入れて、ブロード通りとチェリー通りの南東角にあった車庫へと、通じていた。レビングからやはりスクーカル側に沿って北西へ、マウントカーボンまでの延長は1842年1月13日に、開通し、これで、スクーカル運河と競争できるようになった。 マウントカーボンでは、ポッツ、ビル経由で、炭鉱群へと続き、あるいは将来的に、ウィリアムズポートへ延長される予定となっていた、マウントカーボン鉄道に接続した。同年5月17日、ウェストフォールズからデラウェア川沿いで、フィラデルフィアの北にあるポートリッチモンドまでの貨物支線が開通した。ポートリッチモンドは後に大規模な石炭積み出し港となった。 1851年1月1日、フィラデルフィアコロンビア鉄道のフィラデルフィアレディング鉄道との接続点のすぐ西にあるベルモントプレーンが新線に切り替えられて廃止となり、この区間より東側は急線の使用を続けた唯一の会社となったフィラデルフィアレディング鉄道に対して売却された。レバノンバレー鉄道は1836年に レディングから西へハリスバーグまでの路線特許を得た。フィラデルフィアレディング鉄道はこの会社を買収して、1854年に建設に着手し、1856年に開通させた。これにより、フィラデルフィアレディング鉄道は、フィラデルフィアとハリスバーグを結ぶ路線を手に入れ、主要なライバルとなったペンシルバニア鉄道と初めて、直接競争することができるようになった。 1859年には、ブリッジポートから西へ、ダウニングタウンまでの支線であった、チェスターバレー鉄道を借り受けた。この路線はかつては、フィラデルフィア・ジャーマンタウンノーリスタウン、鉄道によって運行されていた。チェリー通りにあった、旧駅より、北の、ブロード通りとキャローヒル通りの地点に、新しいフィラデルフィアのターミナル駅が1859年12月24日に、 開業したレディングコロンビア鉄道は1857年に、レディングから南西に、サスケ花川沿いのコロンビアまでの路線特許を取得した。この路線は、レバノンバレー鉄道にシンキングスプリングからレディングまで乗り入れることで1864年に開通した。レディング鉄道はこの会社を1870年に借り受けた。 初期のフィラデルフィアレディング鉄道では所有している機関車すべてにウィノナ、ジェファーソンなどそれぞれ固有の名前を付けていた。これは他の多くのアメリカ合衆国の鉄道と同様に鉄道で先行していたイギリスに習ったものであった。しかし1871年12月にフィラデルフィアレディング鉄道では名前から番号に置き換えた。 ポートケネディにある採石場までの短い支線、ポート、ケネディ鉄道を1870年に借り受けた。また同年、フェニックスビルから西に、バイアーズへ通じる支線を1871年に、開通させることになる、ピッカリングバレー鉄道を借り受けた。1875年には、カムデンド、アトランティック鉄道の取締役のうち、 取締役を24年間務めたサミュエル・リッチャーズ、率いる4人の取締役が会社を辞任し、カムデンからアトランティック・シティまで、クレメントン経由の鉄道を建設する会社を設立することになった。この会社は、フィラデルフィアアトランティック・シティ鉄道として1876年3月24日に設立され、当時狂気が成功を収めており、 運行費用を低減できたため、3フィート6インチ期間が採用された。工事は1877年4月に開始された。線路は驚異的なことに90日で完成した。1877年7月7日土曜日、最後の犬釘が打ち込まれて54.67マイルの鉄道が開通した。しかし1878年6月12日に、 フィラデルフィアアトランティックシティ鉄道は経営破綻した。セントラルレールロードオブニュージャージー及びフィラデルフィアレディング鉄道によって1883年9月20日で100万ドルで買収された。そして名前は1883年12月4日にフィラデルフィアアルタンティックシティレールロードへと解消された。最初の大きな仕事は線路を標準に 改めきすることであった。改めき工事は1884年10月5日に完成した。フィラデルフィアレディング鉄道はこの会社の完全な支配権を1885年12月4日に握った。フィラデルフィアレディング鉄道はノースペンシルバニア鉄道を1879年5月14日に借り受けた。これによりフィラデルフィアから北へ ベスレヘムの路線を手に入れ、また、ナショナル鉄道の計画に由来する、デラウェアバウンドブルック鉄道により、ニューヨークへの経路を手に入れて、ペンシルバニア鉄道の参加の、ユナイテッドニュージャージー鉄道運河と直接の、競合関係となった。ニューヨーク側では、セントラルレールロードオブニュージャージーのジャージーシティにおける、ターミナル駅を使用した。1884年の、 ペンシルバニア鉄道、フィラデルフィアレディング鉄道、リーハイバレー鉄道の地図、フィラデルフィアレディング鉄道が、セントラルレールロードオブニュージャージーを参加に収めた。直後1883年5月29日、フィラデルフィアレディング鉄道は、セントラルレールロードオブニュージャージーを借り受けた。フィラデルフィアレディング鉄道は、最終的に、 セントラルレールロードオブニュージャージーの株式の下半を買い占めた。1889年4月1日付で、フィラデルフィアレディング鉄道は、フィラデルフィアアトランティックシティ鉄道、ウィリアムズタウンデラウェアリバー鉄道、グラスボロ鉄道、カムデン・グロスターマウントエフレーム鉄道、カムデン、グロセスターマウントエフライムレール A そして、 南部ニュージャージーでアトランティックシティ鉄道へ通じるカインズポイントターミナル鉄道と合併した。ポートレディング鉄道は1890年に路線特許を受けて1892年に開業し、ニューヨークへの本線のバウンドブルック近くで分岐して東へ走り、パースアンボイ近くのアーサーキルに面する新しい港であるポートレディングまでを結んだ。 アーチボールド・マクレオド社長時代の1891年12月1日にリーハイバレー鉄道を借り受けたがフィラデルフィアレディング鉄道が経営破綻したためにこれは1893年8月8日に取り消された。またセントラルニューイングランド鉄道とボストンメイン鉄道も同様に手放した。1893年強行の混乱の中、 ジョゼフ・スミス・ハリスが社長に選ばれた。彼の指導の下レディング・カンパニーが設立され11月30日付で、フィラデルフィアレディング鉄道は同社に吸収された。また1893年には、フィラデルフィアレディング鉄道は有名なレディング駅をフィラデルフィアに完成させた。レディング駅は、フィラデルフィアレディング鉄道のフィラデルフィア行列車のほとんどが、 終着駅都市、また、会社の本社としても機能した。1893年強行と、アーチボールド・マクレオドが、フィラデルフィア・アンドレディング鉄道を主要幹線鉄道に、しようとした努力が失敗した後、フィラデルフィア・アンドレディング鉄道は独占の懸念を受けて、再編成をしなければならなくなった。鉄道部門である、フィラデルフィア・アンドレディング鉄道及び、 石炭部門のフィラデルフィアレディング石炭鉄鋼会社の持ち株会社としてレディングカンパニーが設立された。しかし1906年にセオドアルーズベルト政権によりヘプバーン法が制定された。この法律によりすべての鉄道会社は鉱山の所有と運営への投資を引き上げなければならなくなりレディングカンパニーもフィラデルフィアレディング石炭鉄鋼会社を 売却しなければならなかった。フィラデルフィアレディング鉄道にとって、石炭の採掘と輸送は、最大の事業であったが、沿線での多くの産業の発展に伴って、より高く化した経営となっていった。ある時点では平均して、本線の1マイルあたり5種類の産業が発展し、またフィラデルフィアレディング鉄道の、連絡路線としての機能を強化していった。こうした、 連絡路線としては、アルファベットルートでの重要な役割があった。ボストンやニューヨークからシカゴまでのルートで、リーハイバレー鉄道や、セントラルレールロードオブニュージャージーからの貨物が、アレンタウンで、フィラデルフィアレディング鉄道へ引き継がれ、イーストペン支線を輸送されて、レディングへ到達し、そこから、レバノンバレー支線で西へハリスバーグへ、 そしてフィラデルフィア・ハリスバーグピッツバーグ支線でシッペンスバーグへと輸送された。そこでウェスタンメリーランド鉄道に接続してさらに西へ輸送された。この経路はクロスラインとして知られるようになり、とても重要なものとなった。このためフィラデルフィアレディング鉄道ではよりシームレスな旅客を呼び、貨物の引き継ぎを実現できるように、これら連絡鉄道の間に 機関車を集めるようになった。ボークレイン複式のアトランティック型機関車、1907年頃、フィラデルフィアレディング鉄道は、1870年代ほど、強力な地位を取り戻すことはできなかったが、それでも、とても利益が上がる重要な鉄道であった。20世紀になる頃から第一次世界大戦の、勃発まで、フィラデルフィアレディング鉄道はとても近代的で、 効率的な鉄道であった大鉄道会社の水準についていくために、フィラデルフィアレディング鉄道は、小さな鉄道会社では試みないような多くの改良プロジェクトに着手した。これは、例えば主要路線の参戦化、複々線化であり、信号や線路の改良であり、線路容量の拡大や駅の改良であった。 ペンシルバニア鉄道の観光媒路線や落下穴、カットオフのように、フィラデルフィアレディング鉄道も、新しいカットオフや、迂回路線、接続路線の建設に投資した。レディングの街を正方に迂回する7.2マイルの、レディングベルト線は1902年に完成し、レディングの街の過密な路線を緩和した。ブリッジポートでは、1903年にスクーカル側に、 かかる新しい橋が建設された。この橋は、西岸のフィラデルフィアレディング鉄道の本線と、対岸のマナヤンク、ノーリスタウン線を結び、ノーリスタウンへの旅客輸送を可能にするとともに、ウェストサイド貨物線と称する、旧本線の迂回路となった。レディング駅へ通じる主要経路である、ザナインスアベニュー支線も改良された。 1907年から1914年にかけて、古い地平の複線路線は、高架の複々線に切り替えられ、線路容量を増強し、安全性を高めた。また1901年に、フィラデルフィアレディング鉄道は、セントラルレールロード・オブ・ニュージャージーの過半数の、株式を握り、フィラデルフィアのレディング駅から、セントラルレールロード・オブ・ニュージャージー駅まで、 バウンドブルック経由で、セントラルレールロードオブニュージャージーの本線に乗り入れて、乗り換えなしの列車を運行できるようになった。ボルチモアオハイオ鉄道もまたニューヨークへの、鉄道の接続を考えており、1903年に、ボルチモアオハイオ鉄道は、フィラデルフィアレディング鉄道の支配権を握って、これにより、フィラデルフィアレディング鉄道及び、セントラルレールロードオブ、 ニュージャージー経由で、ジャージーシティまで列車を乗り入れられるようになった。機体は、ニューヨークショート線が1906年に完成し、ニューヨーク方面への投資の貨物列車と、ボルチモアオハイオ鉄道のロイヤルブルーの通行する経路となった。レディング工場1901年に、レディング操車場とノース6番通りに沿って、レディング工場の建設が開始された。この工場では、 多くの機関車や鉄道車両の製造と修理を行えるようになっていた。工場は4年後に完成し、堂々としたレンガ作りの建物を構え、アメリカで最大の鉄道工場となった。ほとんどのアメリカの鉄道会社と異なり、ここでは自社で使用する機関車を製造することができた。この建物は今日でも鉄道用途以外に使われているが存在している。 増加する輸送を裁くために、巨大な車軸配置2から8から8から2の、マレー式蒸気機関車、N1 型や、車軸配置2から8から2の貨物用、M1 型など、大型の蒸気機関車が導入された。M1 型は一両を、レディング鉄道自身で製造し、残りを、ボールドウィンロコモティブワークスが製造した。また巨大な車軸配置2から10から2の K1 型貨物、 機関車、車軸配置4から6から2の G1 型旅客機関車なども製造された。こうした大型の機関車はフィラデルフィアレディング鉄道にとって機関車の伝統を打ち破るものであった。M1 型はフィラデルフィアレディング鉄道の機関車で初めて受大車を採用したもので、また、運転過失の後部に運転台を搭載した最初の機関車でもあった。 G1 型はフィラデルフィアレディング鉄道において三道軸を採用した最初の旅客用機関車であった。またこの時期フィラデルフィアレディング鉄道は小型の4の4の0機関車や入れ替え機関車などにも投資している。旅客営業フィラデルフィアレディング鉄道は大規模な長距離旅客列車もは展開していなかったがそれでも多くの愛称付きの列車を運行しており その中でも有名なのがフィラデルフィアとジャージーシティを結ぶ、流線系車両を使用したクルセーダーであった。他には、ジャージーシティとハリスバーグを結ぶハリスバーグスペシャル、フィラデルフィアとシャモキンを結ぶキングコール、フィラデルフィアとベスレヘムを結ぶノースペン、ジャージーシティとハリスバーグを結ぶクイーン・オブ・ザ・バレー。フィラデルフィアとポッツビルを結ぶスクーカル。 フィラデルフィアとジャージーシティを結ぶウォールストリートなどがあった。また、フィラデルフィアとビンガムトンを結ぶインターステートエクスプレスの共同運行をセントラルレールロードオブニュージャージー及びデラウェア、ラッカワナウェスタン鉄道と行っていた。またこれに加えてベスレヘムで接続するリーハイバレー鉄道との間で投資の客車運行も行っていた。 また他の鉄道会社同様に、フィラデルフィアレディング鉄道も、アメリカ合衆国有政省と契約を結んで、郵便物の運搬及び運送中の仕分け作業を行っていた。第二次世界大戦後、郵便物の輸送量の減少に直面し、レディング鉄道は政府に対して1961年に、旅客列車における郵便物輸送を中止する意向を通知した。 1963年7月1日付で、合衆国郵政省は213万7000ドル相当の輸送契約を解除し、レディング鉄道は、旅客列車をバッド製の機動車での運行に切り替えて、ほとんどの機関車牽引旅客列車の運行を中止し、費用を削減した。また、レディング鉄道は、 フィラデルフィアのレディング駅から大規模で輸送量の多い通勤列車網を走らせていた。1920年代末には、ほとんどの近郊鉄道網は、効率改善のために電化された。有名な例外が、ニュータウンへの視線であった。第一次世界大戦に伴うアメリカ、合衆国鉄道管理局による、直接管理後、民間経営に戻された際に、 フィラデルフィアレディング鉄道は企業組織を合理化することを決定した。フィラデルフィアレディング鉄道及びフィラデルフィアレディング石炭鉄鋼会社の持ち株会社として設立されたレディングカンパニーはフィラデルフィアレディング石炭鉄鋼会社の売却後20年に渡り鉄道のみを管理下に置いていた。1924年に組織の単純化のために フィラデルフィアレディング鉄道は営業を終了し、レディングカンパニーが直接鉄道の営業を行うようになった。第一次世界大戦直後の時期がおそらく、レディング鉄道にとって最高の時期で、平和な時期としては輸送量が最大であった。年間輸送量は無煙炭1500万トン、歴生炭2500万トン、さらに工業向け輸送が他に3000万トンあった。 石炭輸送への依存から脱却する大いなる努力をしていたのだが、それでもレディング鉄道はいまだに石炭輸送の収入に大きく頼っていた。不幸なことにペンシルベニア州における無塩炭の生産は1917年に9970万トンで歴史上の最高に達してしまった。世界恐慌はレディング鉄道に犠牲を強いることになり、 この時期初めて路線の廃止が見られるようになった。第二次世界大戦に際しては、旅客、貨物ともに輸送が急増した。1950年代初頭が輸送量のピークで、ちょうど最新式のディーゼル機関車が導入された直後、輸送量は大幅に落ち込み始めた。1962年には、アメリカ政府から初めて3000万ドルの融資を受けることになった。 会社の上層部はこのことをオペレーションブートストラップと称した。通勤路線1920年代には、レディング鉄道はフィラデルフィアのレディング駅を中心とし、ナインスストリート支線から分岐していく濃密な通勤輸送路線網を運営しており、多くは小型の4から4から0、4から4から2、4から6から0などのキャメルバック式蒸気機関車が牽引していた。 以下に挙げる路線は、世界恐慌を前に電化された。電化されなかった例外としては、フォックス・チェース・ニュータウン支線がある。フィラデルフィアの市政府からの公的資金の援助を受けて、この路線は、市の境界ギリギリにあるフォックス・チェース駅まで1966年9月に、電化された。1970年代には、ニュータウン駅まで電化が完成するはずであったが、 自治体からの補助金がすぐには用意できず、フォックスチェース、ニュータウン間は、レディング鉄道の近郊通勤網の中で唯一、非電化で残されていた。旅客輸送は1983年1月14日に廃止となった。倒産レディング鉄道は1971年に倒産することになった。倒産は、衰退する石炭輸送収入、トラックに、 貨物輸送を奪われたこと、政府の厳しい規制により、鉄道が柔軟に運賃を決めることができなかったこと、多額の税金を払わなければならなかったこと、損失の大きな路線を一般運輸事業者として運営継続することを求められたことなどが挙げられる。さらに問題を複雑にすることに、レディング鉄道は運営上を負った債務を、 ペンセントラル鉄道に対して支払い続けなければならなかったが、この当時すでに倒産していたペンセントラル鉄道はレディング鉄道に対して債務を支払う必要がなかったということがある。1976年4月1日、レディングカンパニーは原油鉄道資産を新しく設立された統合鉄道公社。 コンレールに対して売却し、650件の不動産、いくつかの炭鉱資産、そして52の廃止路線の土地が残された。1999年時点で、コンレールのノーフォークサザン鉄道と CSX トランスポーテーションの間での分割の結果、旧レディング鉄道の路線のほとんどは、ノーフォークサザン鉄道の路線網の一部となっている。その時点で、残された。 レディングカンパニーは350件の不動産を処分していた。1980年代初頭の時点で、ロサンゼルスの弁護士、ジェームズ・コッターが、自身の所有する持ち株会社、クレーグ・コーポレーションを通じて、レディングカンパニーを買収した。そしてその残りの資産を処分した。この会社は残された最後の鉄道関連資産である。 レディング駅のヘッドハウスを1993年に売却した。1996年には会社をレディングエンターテイメントと解消した。クレーグコーポレーションは、やはりコッターが所有する別の会社である、シタデルホールディングコーポレーションと2001年に合併し、レディングインターナショナルとなっている。レディング鉄道の歴代社長を以下に示す。 レディング鉄道は常により大きくて強大な隣接会社ペンシルバニア鉄道に影を投げかけられていたが鉄道がアメリカの経済を支配していた時代になんとか大衆からの関心の引きつけることができていた鉄道はモリー・マグワイアズの標的に頻繁にされておりその構想は多くのミュージカルや出版物に反映されているおそらくレディング鉄道が 当時のアメリカ人の関心を最も引くのに一番大きなインパクトがあったのはゲームのモノポリーで5からわずか5つ先のマスにレディング鉄道が現れることであろう。モノポリーの盤面など印刷物でのみレディング鉄道を知っていた人の多くはこれをリーディング鉄道と呼んでいたが実際にはペンシルベニア州のレディングにちなんでレディング鉄道と読むのでありさらにこれは イギリスのバークシャーにあるレディングから来ている。ありがとうございます。